おはようございます。速稼塾の久保です。今日は11月6日になりました。土曜日なんで相場はないんですけども、まだ多少動いてるのかな。今週を振り返りながら今回のレンジ戦略どうだったのかってことをお話していこうかと思います。結果としては全勝圧勝、とてつもない利益が出たということが、私の個人的なね解説とともにエントリーした結果になります。私の解説を見ている方は軒並み同じように利益を上げてるんだと思いますけども、あとはねロットですよね。ロットが私の場合は1から5なんですけども、今回はね結構追撃しましたんで、いや本当にびっくりするような利益が出ましたね。しかしですよ、ロットが 0.1 とか 0.5 だとちょっとねいまいち金額的にはいってないかなというところだと思います。この辺はねロットを上げるのには結構根性がいりますんでね、そこは別のところでまたお話していこうかと思います。こちらどうぞ。はい、まずは普段と逆なんですけども、1時間足から見ていこうかと思います。すでにですね左側の方は切れちゃっているんですけども、ここ飛び出したところを除いてはですね、上昇したところで取れて、下落したところで取れて、で上昇したところで取れて、これは昨日解説しました。で今日はこちらですね、ここが取れてるってことですよ。ここの波が一旦下に行ったんで、ここで、利確した方もいるかもしれませんね。この辺りでここで利確も全然 OK ですよ、でその後これが上に向かうと判断するのもこれ無理からのことです。その辺でちょっとね、ムラができたと思いますけども、結果的には、今お示ししている、この範囲が取れてるってことになります。かなりの威力ですよね。ですんで、左側に消えちゃったこの大きな線と、この大きな線、2本目、3本目の線、4本目の線と。で、もう一個向こうの方に、左の方に消えちゃってますけども、合計で5本の線が取れているんじゃないかなと思いますけどね。結構な幅だと思いませんか。上下でだから70ピップスから80ピップスありますからね。これが今週全部取れてるわけですよ。それがなんでかと言いますと、最初の方で修正しながら皆さんにお話した、ここに入ったらセルでエントリー、ここに入ったらバイでエントリーの、その基本を最初に決めたからですよね。黄色いところですね。すいません。ちょっと幅が大きくなっちゃいましたね、上の方は。この黄色いところ。黄色いところに入ったら、利確をして逆の方向に入るって形ですね。それが上手にうまくいったんじゃないですか。今週のレンジ戦略はこんなとこです。じゃあ今度時間をね4時間に遡って見てみますよ。4時間になってみると、レンジの箱ってのがもう赤い線で引いてますよね。ここです。これね、分かりやすいでしょ。最初にこういう風にレンジの幅を上底と下底と引いたもんですから、上底と下底とね、常にここに入ったらセルにして、で、ここに入ったらバイにしとけばいいっていう単なるその機械的な作業だったわけですよね。で、ここで取れて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 って、もう本当にね、綺麗に取れてるわけですよ、ここが全部。あとは追撃するかしないかの話ですからね。で、私が5本取れたでしょってさっき言ったのが、ここ。これがね、今朝までに取れたところ、昨日取れたところ。一昨日取れたところ、その前に取れたところ。で、ここがもう取れてるでしょってことなんですよ。最初の頃はね、レンジを測ってるとこだったんで、こことここは、取れたり取れてなかったりなんですよ。でも、レンジの幅が確定した時から、じゃあ一気に行きましょうっていうふうに火曜日からね、号令引いたら、全部取れたわけですよね。とてもわかりやすいレンジの講義だったんじゃないかなと思います。そして今、ここがブレイクしてるところなんで、ポジションを外してですね、ここから下に大きく、触れていくのかどうかっていうところを見ていきます。もしくはね、ちょっとこう、深掘りしたんですけども、あと戻ってきてまたレンジに帰るような、そんなね、場面も見えるかもしれません。そこはちょっと慎重に見ていきましょう。ちょうどね、この辺のところなんですよ。こういう風になるってことなんですよ。ここがね。はい。じゃあ、1日足を見ていきますよ。最後1日足ですけども、これもレンジがはっきりしてましたよね。赤い線上と下に引いて動かしてませんよ。あとは、同じです。上下にビンタ貼るだけですからね。簡単だったでしょ、今回は。だから火曜日まで、月カード見てた方は、水木金、そして土と、利確ができるところを確認できたはずです。いかがですか。はい、じゃあ、来週にかけての展望なんですけども、来週は当然ですね、このレンジが維持されるのか、今、レンジをちょっと壊しかけてますんで、ポジション外してますけども、これがね、今度は、セルの方に一気に戻っていくのかってことです。おそらく、
円安っていうのはこの辺で止まってですね、今度は円高の方に触れていく、つまり14円から13円、12円の方に動いていくんじゃないかなというふうに感じてるんですけどね。そういえばガソリンの価格だいぶ上がったんじゃないですか。160円、廃屋なら175円とかね、200円ってところもあったみたいですけども、まあそういったところにもね、この為替の影響が十分あられてるかなと思いますし、やっぱりね、ガソリン代が値上がりした時のためにこのFX でドル円を両立てで持っておくってことも重要なリスクヘッジになると思います。なんでそうなるのかってことはまた別のことでね、お話しようかと思いますけども、今週は以上のようにまとまりました。本当に今週もお疲れ様でございました。たくさん利益が取れてと思います。少なくとも損失を出している人はほとんどいないと思いますよ。今回のことでね、もしね、どうにもならずに損を出したってことがいたら、まあ来週からまた頑張りましょうってことですね。いや、基本的に今週負けはないはずなんですけどね、ここまで明確に上下の線引きをして、私明確に指示も出して金額まで言ってましたからね。全て予測ベースで金額まで言ってて、ここに来たらこうですよって、しかもそれを見せていて、これで利益が取れないとしたらちょっと FX は向かないのかもしれません。まあでもね、諦めずにまたやっていきましょう。頑張っていきましょう。今年もあと残りわずかです。正面あと5週間ぐらいしか、そして1週間が5日ですから25日ぐらいしか今年も FX をするチャンスはありません。それじゃあまた明日。